話しています。エコさんは休みの日に何をしますか？フオンさんは休みの日は何をしますか？私は大抵友達とバドミントンをします。私はスポーツが大好きです。へえ、バドミントン、どこで？市の体育館でします。毎週夕方までバドミントンをして、その後みんなでご飯を食べます。本当に楽しいです。いいですね。エコさんは？僕は休みの日は大抵家でアニメを見ます。どこにも出かけませんか？出かけるのはあまり好きじゃありません。うちでゆっくりするのが好きです。どんなアニメを見るの？日本のアニメです。特にジブリの映画が好きです。そうですか。石川さんは休みの日は何をしますか？僕は子供と公園。そうですか。公園で何をしますか？キャッチボール。僕は野球が好きでね。見るのもするのも。そうですか。お子さんは何歳ですか？8歳と5歳。子供とキャッチボール楽しいよ。職場で困ったことが起こりました。困ったことは何ですか？トイレットペーパーがなくなったんですが。あ、そう？じゃあ倉庫にあるから取ってきてくれる？仕事の後、斉藤さんはローさんを送ります。ローさんの家はどこですか？ローさん、今帰る？はい。家はどの辺？小島町です。小島高校の近くです。じゃあ車で家まで送るよ。ああ、すみません。ありがとうございます。もうすぐ小島高校だけど。あ、次の信号を左に曲がってください。信号を左ね。この先に白くて大きな家があります。その角を右に入ってください。 OK。 あ、ここでいいです。え、ここ？はい、ここです。今日はありがとうございました。じゃあお疲れ様。おやすみ。おやすみなさい。失礼します。3人は好きな季節について話しています。メリーさんはどの季節が好きですか？どうしてですか？アラムさん、好きな季節はいつですか？そうですね、秋が一番好きです。どうしてですか？私は暑いのが苦手ですから。秋は涼しいですから好きです。メリさんは？私は暑いのが大好きですから夏が好きです。そうですか。海や山で遊ぶのも楽しいです。川野さんはどの季節が好きですか？私も秋が好きですね。どうしてですか？もみじの景色が綺麗ですから。そうですね。それに
果物も美味しいですよね。ブドウとか梨とか。ヒルニさんとソックさんとアニタさんは友達です。休みの日にショッピングモールに来ています。この後何をすると言っていますか？どんな順番ですか？歩きながら。この後どうしますか？お腹が空きましたね。何か食べませんか？じゃあフードコートに行きましょう。あ、食事の前にお金を下ろしたいんですが。あそこに ATM がありますよ。フードコートで。この後ジョギングシューズを買いたいんですが。じゃあスポーツ店に行きましょう。買い物の後でゲームコーナーに行きませんか？いいですね。じゃあ行きましょうか。あ、その前にちょっとトイレ。行き方が分かりません。人に聞いています。科学博物館はどこにありますか？すみません、博物館はどこですか？博物館？市立博物館ですか？いえ、市立博物館じゃなくて科学博物館です。ああ、科学博物館はここをまっすぐ行って橋を渡ってすぐ右に曲がったところにあります。橋を渡って右ですね。はい、そうです。ありがとうございます。スニルさんはユーリアさんに日本語教室について質問します。ユーリアさんが行っている教室はどんな教室ですか？ユーリアさん、ちょっといいですか？はい。今、日本語の教室に行っていますか？はい。元町公民館の日本語教室で勉強しています。私ももっと日本語を勉強したいんですが、クラスはどうですか？楽しいですよ。週に何回ありますか？私のクラスは週に1回です。火曜日の夜です。何時からですか？7時から8時半です。土曜日の午前のクラスもありますよ。いくらですか？ただです。でも教科書は自分で買います。そうですか。先生はどんな先生ですか？いろいろな先生がいます。みんな親切ですよ。へえ。今度教室のチラシを持ってきましょうか？ありがとうございます。じゃあお願いします。